さんお疲れ様です。さっちょこです。エリナです。お願いします。はい。今日はじゃあこんな感じのパプリカメイクをやっていきたいと思います。秋メイクといったらテラコッタの印象が強いと思うんですけど、それよりも少しオレンジ味が強いようなパプリカメイクをやっていきます。ではね、早速やっていきたいと思います。カラコンと下地を軽くつけている感じなんですけど、ファンデーション塗っていきたいと思います。で、いつも通りこのケイトのパウダリースキンメーカーの01番と02番を混ぜて使っていきたいと思います。で、なんかまんべんなくファンデが行き渡ったら、最近はなんかあんまコンシーラーせずに生きてます。コンシーラーするとね、すごい揺れちゃったり、逆にね、凹凸が目立ったりするなって思うので、最近はファンデだけでちょっとなんとかしようかなっていう感じです。で、次リップクリームを塗っていきます。リップクリームはジルスチュアートのリップグローバームですね。01番です。これね、スースーする。はい。で、次眉毛なんですけど、次もいつも通りね、こちらのケイトのデザイニングアイブロウの EX4 番の方かなを使っていきたいと思います。こことこの色をブレンドして眉尻の方をね、先に描いていきたいと思いますよ。なんかいつもはすごい平行を意識して描くんですけど、今日ちょっと大人っぽい感じにしたいなと思うので、若干眉頭より眉尻が上がる感じで描いていこうと思います。今ざっと描いたんですけど、なんかちょっと違うところを眉山にしてしまったので、そういう時はコンシーラーで消していきます。コンシーラーでやるとパキッと眉毛するんですけど、私パキッとした眉毛結構好きなので、意外とね、使ってみてもいいかも。眉山を削っていきます。結構平行眉って元の眉毛の形とか無視したりすると思うんですけど、今回はちょっと大人っぽく仕上げようかなって思ったので、こういう少し骨格に合わせたような眉毛を描いてみました。まあ、省いたりすることも多いんですけど、しっかりね、抜け感を出すためにナチュラルブラウンのこちらのキスミーのやつで塗っていきますね。眉マスカラ最初にこう後ろから逆毛を立てて塗ってあげて、毛並みを揃えてあげるとまんべんなく塗れる。で、眉頭の方は縦の方向にスッスッってやってあげて、中間の方はこっちにしてあげることで自然な毛流れが表現できるっていうやつです。眉毛が完成しました。はい。じゃあね、次はアイシャドウ、3C のアイシャドウのマットのアーモンドっていうカラーを使っていきます。今日はなんとなく指で塗っていきます。思ったよりオレンジに発色するかもしれない。で、目元とほっぺの色を合わせたいので、今使ったこちらのやつをね、ほっぺにも乗せていきたいと思います。ちょっとこの辺、この辺に乗せていきます。チークって多分塗り方でお肌をすごい綺麗に見せる塗り方とかもあると思うんですけど、それが一番難しいなって最近思う。こちらのね、リセアバンのシングルアイカラーの029番、パプリカっていうお色味なんですけど、これね、めっちゃ粉飛ぶ、すごいパウダーがサラサラなんですよ。
だから気をつけて扱わないと結構悲惨なことになるかなって感じがします。さっき全体にアーモンドを塗っていったと思うんですけど、この目尻と二重幅を中心に少し塗り広げていきたいと思います。結構ね、発色がいい色なんで、ふわっとしたブラシでのせてあげるとか、なんか工夫してあげた方がいいかも。こういう感じの色なんですけど、少し取って今の時点では濃いんですけど、他のやつでねバランス取っていきたいと思います。アイライン、これどこなんだろう、神業アイライナーってやつですね。黒なんですけどベースの色がなんか茶色っぽい感じ、めっちゃ極細に線を引きます。これまつげ上げていきます。挟んでグイッてやって一回下に下げてあげます。上げる上げる、なんか一回これでピョーって下に下げていって、でこっち側に上げてって、でこっち側も上げてって、で最後仕上げとか微調整をするっていうイメージでまつげを上げています。そしたら普通にマスカラ塗ってきます。アイライン黒だったんですけど、ちょっとブラウンのマスカラが使いたい気分だったので、ラッシュニスタのブラウンのカラーを使っていきたいと思います。メベリンのピンクのやつ、グレーのカラコン今やってるんですけど、ブラウンマスカラとの相性がすごくいい気がしています。こちらのいつものトゥークールフォースクールのやつ使って、この薄いカラーとちょっと真ん中の濃いカラーを混ぜていきます。で塗るときなんですけど、ここからいきなりのせずにちょっとその下あたりのところに入れてあげると自然な気がする。ちょっとごめんなさいね、髪の毛がお邪魔してて、ここのライン少し顔の印象が引き締まるくらいでいいと思います。でちょっと残ったやつで鼻の横をスッやってあげたりしますね。そしたら最後リップを塗って完成になります。で今回使う色がこの2色です。ピアのね16番この青いやつと、あとセルボークのパプリカ9番のお色です。塗るのが下手すぎて泣いてるんですが、この色がこっちがピアの色で、こっちがセルボークの色で、こっちの方がねサンドベージュっぽくて使いやすい。でこの色を下に先に塗ってきます。いつもこれぐらいなんですけど、このセルボークもせっかくなので重ねていきます。すごい似ているカラーではありますね。でこっからちょっと髪の毛をやっていきたいと思います。また同じ服を着ているという感じなんですけど、まあ、ザ・韓国の女の子っていうイメージよりもどっちかというとインスタグラムにいるような、あとねロマンスは別冊付録っていうネットフリックスのドラマがあるんですけど、そこに出てくるオジウルみたいなイメージでちょっと髪の毛を巻いてみたり、こう服を着てみたりしました。いかがでしょうか。多分アイシャドウの段階ではこの人めっちゃメイク濃いなって思ったかもしれないんですけど、なんか全体をオレンジとかちょっとパプリカとかそういう秋色のカラーでまとめてワントーンのメイクにしてみたら意外とね馴染んでいるんじゃないかなっていう風に思います。というわけでね、ちょっと秋っぽいメイクがしたくなったなって頃にぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。